ベータカロテンの三次元モデルカロテンは人参をはじめとした野菜、果物の橙々色成分である。カロテン、カロチンはカロテノイドの内炭素と水素とからなる化合物の総称である。植物によって生合成されるが動物は生合成することができない。カロテンは光合成において重要な橙々色光合成色素の一つである。 人参の橙々色のもとであり、これがカロテンの語源となっている。しかし、人参だけでなく多くの果物や野菜に含まれている。枯葉の橙々色や乳脂肪、バター、卵黄の黄色もカロテンによる着色である。人や鶏の典型的な黄色脂肪は、それら食物由来のカロテンの脂肪貯蔵の結果である。カロテンは吸収した光エネルギーをクロロフィルへ伝送することで、 光合成に寄与している。また、カロテンは、光合成中に形成する、酸素分子の活性型である一重高酸素のエネルギーを吸収するので、植物組織の保護に役立っている。科学的には、カロテンは、テルペンの一つであり、八個のイソプレン単位から生、合成される。カロテンには、主にアルファカロテンとベータカロテンの二種の異性体がある。カロテンは、 酸素原子を含まない炭化水素分子なので、使用性であり水には溶けない。β カロテンは2つのレチニル元から構成されている。動物の小腸の粘膜中で、酵素 β カロテン -15、15、モノオキシゲナーゼによって、ビタミン A の一種であるレチナールに分解され、肝臓や体脂肪に蓄えられる。人や数種の哺乳類では、レチノールの形にする。 動物の種類によってカロテンをレチナールにする能力には差がある。肉食動物では一般に摂取したカロテノイドを変換する能力は低く、特に猫やフェレットなど純粋な肉食動物は β カロテン -15、15、モノオキシゲナーゼを書いているので、レチナールへは全く変換されない。つまり、それらの動物ではカロテンからはビタミン A は形成されない。 アルファカロテンベータ、カロテンカロテンの異性体には、主にアルファカロテンとベータカロテンの2種があり、これらの他に、ガンマ、デルタ、イプシロン、およびゼータカロテンも存在する。アルファカロテンとベータカロテンでは、その末端の間の二重結合の位置が異なる。ベータカロテンの方が、アルファカロテンよりも一般的であり、黄色、大色および緑葉の果物と野菜で見られる。 大々色がより鮮やかな果物及び野菜ほど、より多くの β カロテンが含まれている傾向にある。カロテンは炭素と水素だけで構成されたカロテノイドであり、それ以外の元素を含むものは、キサントフィルと呼ぶ。β カロテンの両末端は同一の管構造であり、これを β 管と呼んでいる。一方、α カロテンは末端の片方に β 管を持ち、 反対側の末端には、イプシロン管と呼ばれる構造を持つ。これらとカロテノイド分子の末端の構造によって、基準となる組織名を付ける。2000年11月改定の日本食品標準成分表から、表記がカロチンではなく、カロテンと統一された。ありがとうございます。